まとめとしまして、マジでこのイコアシスタント神です。はい、最適な移行ができるんじゃないかなと思います。どうもこんにちは、大野です。今回なんですけれども、前回 M1 MacBook Air から M3 MacBook Air へ乗り換える際に最低限必要なものを大公開ということで動画を上げさせていただきました。でですね、実際の移行の部分だけ後日ということでお伝えしていたと思うんですけれども、無事環境移行の方が完了しましたので、そちらの情報を公開していけたらと思うんですけれども、今回ですね、私が取った手段というのが、まあ、私自身初めての経験だったんですけれども、移行アシスタントを使った移行を行いました。で、結論としてですね、移行アシスタントでの移行はマジで神だったということで、今回その移行した時の状況をお伝えできたらと思っております。ということで早速なんですが、その内容に入っていければと思います。まずですね、移行アシスタントを使った移行手順および作業内容として、一番最初に移行アシスタントを走らせる前にですね、 M1 MacBook Air と M3 MacBook Air の OS を 14.4.1 へアップグレードをしました。両方最新化をして、その後双方の端末で移行アシスタントを起動しておきました。で、その際にサンダーボルト対応のケーブルをですね、接続いたしまして、で、実際もうここから先は移行アシスタントを使っての環境移行となるんですけれども、実際の作業というのはアップルさんのちょっとサイトを見ながらですね、どういった手順で行ったのかといったところを復習しておきたいと思います。まずですね、この画面のようにですね、一応選択肢が出るんで、一番上の Mac タイムマシンバックアップまたは起動ディスクからっていうのを選択して続けるというのを押します。で、この Mac に情報転送ということで、こういう画面が出るんで、続けるといったことで、どの環境を転送するかというところで、もうこれを全部選択した状態で続けるといっただけでですね、結果としてこれで移行できちゃったんですよ。いや、本当に神だと思いました。はい、私今回はですね、単に M1 MacBook Air の、そのままの環境を新しい M3 MacBook Air にそのまま復元したかっただけなので、それがですね、この移行ツールを使うことによって本当に簡単に移行することができました。まあ、ただですね、完全に移行というわけにはいかなくてですね、っていうのがやっぱりソフトウェアのライセンスだったり、そのあたりを再アクティベートするといったような必要性が出てきたので、一応ですね、私自身の環境で必要だったことについて簡単に触れておきたいと思います。まずですね、私ファイルシステムが NTFS というファイルシステムのディスクへの読み書きですね、要はマイクロソフト Windows とかで使われている NTFS っていうファイルシステム形式のディスクへ読み書きのアクセスをしたいんですけれども、 Mac では書き込みができないんですよ、標準だと。なので、私マイクロソフト NTFS for Mac by Paragon っていう、そういったツールを購入してインストールしてるんですけれども、そちらのですね、ライセンスの有効化っていうのが必要でした。こちらのアプリに関してはですね、システム機能拡張を有効にするために復旧用環境でセキュリティ設定を変更する必要があるので、そのあたりが再設定する必要があったんですけれども、まあ、簡単に手順だけ言っておくと、 MacBook の電源ボタンを長押しして、で、オプションを選択しますと。そうすると、システム拡張機能を有効にするためにそういった画面が出てきますので、確認済みの提供元から提供されたカーネル機能拡張のユーザー管理を許可というのを選択してですね、それで再起動してやるといった作業が必要となります。で、その作業を行った後にライセンスを再度アクティベートすることで、まあ、きちんと動作するようになるといったことで、まあ、そちらの作業の方をまず行いました。で、次にですね、私この MacBook の中で Windows も動かしてるんですけれども、そちらの仮想環境の方をパラレルズさんを使ってるんですよね。
はい、そちらのライセンスを、新しい、Mac で有効にするといった作業を行いましたよということです。あと3つ目としまして、カラビナエレメンツっていう、キーボードのキーマッピングとか、またはバインド等の設定をカスタマイズするためのアプリなんですけれども、そちらの方の再設定というのを行いました。で、4点目としましては、Google ドライブっていうのがちょっとバグってたんで、一旦ですね、ログアウトをして再ログインをして、再度同期を取って、環境の方復旧を行いました。で、5点目としては、私はその画像とか写真とかをきれいにするために、ルミナーネオっていうのを使ってるんですけども、まあ、そちらの方を再度アクティベーションし直しましたといった作業を行いました。で、次に、GoodNote 6に関して再ログインを行いましたよということです。あとはですね、デスクトップのサイズが標準に戻ってしまっていたので、まあ、私は一番ちっちゃい文字にしてますので、そちらの方再設定を行いました。そしてですね、Bluetooth の情報が飛んでたんで、そちらの方を必要な分再設定を行いました。で、ちょっと原因がわからないんですが、最初なんか Bluetooth をオンにしてもなんかうまく周りの Bluetooth の情報を拾ってきてくれなくてですね、なんか再起動とかしてたら拾ってきてくれるようになったんで、ちょっともしかしたらそちらの方バグがあったのかもしれないんですけれども、まあ Bluetooth の情報がとにかく飛んでたんで、使う分に関しては再設定を行いましたよということです。で、最後に、多くの方あんまり関係ないんですけれども、コマンドベースでそのリモートのサーバーにアクセスして作業を行ったりとか、そういったことをもう日常かなり行うので、そこで SSH といった、プロトコルを利用するんですけれども、その際の接続時のパスワードっていうのが一応キーチェーンに保存されているはずなんですけれども、まあここもちょっとよくわかんないんですが、再度パスワードを求められたんで、まあ再度パスワードを一回覚えさせておくことによって、次 SSH の接続の際にもうパスワードは入力する必要がないので、という、まあそういった環境を組んでたんですけれども、そちらの方が一度だけまたパスワード再入力が求められましたんで、まあ入力しましたよといったことが生じました。はい、以上が再設定が必要だったことなんですよ。逆に言えば今のところですね、その他の分はきっちりと移行できちゃってます。例えばですけれども、まあこれも多くの方には関係ないんですが、開発に関する環境を Docker という形で、持ってるんですけれども、そちらの方も何もしなくても OK でした。あとはこれも開発の環境なんですけども、 Node という環境を使ってるんですが、その Node に関する環境もそのごっそり移行できてて何もする必要がなかったです。で、あとはまあメールですね。メールは私サンダーバードっていうメーラーを使ってるんですが、そちらの方も当然そのまま移行するだけで使いましたよということです。で、あとは VPN の接続情報もきちっと移行されてまして、普通につなぐことができました。あとはアフィニティ系のツールですね、まあ、画像の加工だったりとか、そういったアプリ入れてるんですけども、そちらの方も普通に動きましたよということです。で、あとは VS コードとか、まあ、最近だとカーソルっていう、統合開発環境もあるんですけども、そちらの方も何もしなくてもきちっと移行ができました。はい、といった形でですね、まあ移行が不要だったので、あまりそちらに関しては触れる必要はないとは思うんですけども、一応参考までにお伝えしておきました。ということで、まとめとしまして、最初も申し上げたんですけども、 M1 から M3 のようにアップルシリコンなチップが乗っている環境からアップルシリコンなチップが乗っている環境へ移行する場合は、マジでこの移行アシスタント神です。はい、最適な移行ができるんじゃないかなと思います。実際に1テラの SSD から1テラの SSD へデータ移行する際に 900GB ぐらい使ってる状況だったんですよね、 M1 の方が。なので 900GB ぐらいのデータを移行するのにサンダーボルトのケーブルでつないでですね、だからマックス 40GBPS のデータ転送でだいたい1時間程度で超高速に移行が完了しました。なので再設定一応項目として挙げさせていただいたんですけれども、今まではまあ2日3日かかってたんですけれども、数時間であっという間に環境移行できちゃったんで、これはですね
本当にマジでおすすめです。あの私みたいにですねハードだけを新しくしたいんだよといった方は本当にこのイコーアシスタントを使われることをおすすめします。はい、今のところ問題は起きていません。はい、今のところはですよ。なので、まあ、もしですねちょっとこの動画をあのたまたま見られてですねイコーアシスタントで例えばこういう痛い目にあったよだとかそういったなんか懸念事項をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まあ、私も含めてですねすごいとてもためになる情報だと思いますのであの気軽にですねあのコメントいただけたらと思います。あのコメントがないことを今回に関しては祈りたいんですけれども私が気にしている範囲ではきちっと移行が完了しましたのであのぜひともですね有効にこのツール使っていただいてあの移行の方を行っていただけたらと思います。ということで今回は移行アシスタントを使った移行に関して情報を上げさせていただきました。マジで神ですのでぜひご利用くださいといった感じでですね今回の動画は終わりにしたいと思います。それではまた。